はい、ありがとうございます。先ほどまでは原畑さんの大学卒業してからどういうお仕事されてたのかっていうところをお伺いしたんですけど、今回からですねもう1名追加しまして、この動画では3名でお話をお伺いしようかなって思ってます。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、新しく入られた方自己紹介いただいてもよろしいですか。ソーシャルマッチ株式会社取締役副社長をしております樋口麻美と申します。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。まあ、なのでソーシャルマッチ株式会社の代表副代表っていう形ですね、はい、ちょっとじゃあ改めてなんですけど、ソーシャルマッチ株式会社っていうのはどんな企業かっていうところも含めて改めてお伺いしてもよろしいですか。ソーシャルマッチ株式会社はですね、SDGs 17番グローバルパートナーシップを中核に置いた事業展開をしている会社になってます、うん、ありがとうございます、はい、ちなみに聞いてみたいんですけど、原田さんはカンボジアにいらっしゃって、うん、まあ、そういう事業をやろうと思ったと思うんですけど、はい、樋口さんはカンボジアにも行かれたことあるんですか。はい、私も大学1年生の時に学生団体の活動で、はい、そうなんですね、ボランティアに始めてきました。あ、そうなんですね、はい、それでカンボジアが好きになったって感じなんですね。おっしゃる通りです。あ、そうなんですね。じゃあカンボジアみんな行くと好きになるってことですか。結構多いですね。そうなんだ。1回行ってっていうところは。へー。ちなみになんでこの事業をやろうと思ったんですかね。社会問題を途上国と東南アジアとかに見つけた中ですごく目の当たりにする機会が多くて、やっぱり日本にもあると思うんですけど、ゴミの部分とか目に見えやすいような社会問題が多くありまして、でもそういった社会問題を目にするたびに悲しい思いにもなありますし、何かそういった方々の解決ができないかってことを考えた時に、現地の社会起業家さんという方々に出会いまして、現地国籍の方々がそういった社会問題解決に取り組んでいらっしゃったので、そういった方と一緒にパートナーになることで現地の社会問題解決を一緒に共同で取り組んでいくというような、こういったビジネスと教育事業をやっております、うん、なるほど、ありがとうございます。じゃあ今2022年4月時点どれぐらいの実績があるんですか。現在日本と東南アジアの企業様とのマッチングが72件に上りました。なるほど、ありがとうございます。あともう一つ聞いてみたいなと思ってるのは、先ほどの事業の説明の中に教育事業もありましたよね。その教育事業っていうのって誰を対象にされてらっしゃる事業なんですか。主には日本人の大学生の学生さんが SDGs を学んだり社会問題を学んだりっていうところと、あとは自己成長スキルアップしていくっていうようなところが対象とはなっているんですけども、うん、まあ、そのプログラムの中で現地の学生さんにも必ず参加いただいていて、共同することによってグローバルパーソンとしてのスキルを身につけていただいたりっていうようなプログラムになっています。あ、そうなんですね。じゃあ外国の人たちとコミュニケーションを取ったりだとか、そうやってコミュニケーションを取っていく中で SDGs のことを学べるみたいなプログラムになっていて、そこでグローバル人材みたいなところを育成につなげてもらうようなことをやってるってことですかね。なるほど、ありがとうございます。ちなみにコロナとかあったと思うんですけど、その時って教育事業ってカンボジアに行けないわけじゃないですか、はい、それはどうやってされてたんですか。教育事業は実は全部オンラインで行っておりまして、うん、将来的にやはりこう海外渡航ができるようになれば現地に実際に行ってっていうことをしたいんですけども、はい、コロナ禍での立ち上げだったので今はフルリモートでさせてもらってます。なるほど、ありがとうございます。じゃあちょっと事業のことも聞いていきたいなと思ってるんですけど、今って僕ちょっと気になってるところがあって、はい、東南アジアを対象にされてらっしゃるじゃないですか、はい、でも求められてるニーズっていうのはもしかしたら東南アジアだけじゃないと仮定したら、そこは幅を広げるっていうところが考えられてるんですか。そうですね、目指すところが世界の社会問題解決のプラットフォームになるっていうところなので、今東南アジアの社会起業家さんと提携してるんですけど、全世界の社会起業家の方と提携していって、かつ今日本企業様とのマッチングなんですけど、そこも両方を世界にしていって、何か社会問題が起きてもこう解決できるようなプラットフォームになりたいっていうふうに思ってます。へえ、ちなみにそういうプラットフォームってアメリカとかにはあったりするんですかね。社会起業家さんにもヒアリングさせてもらったりとか、自分たち調べて直接的に似ているものは現状ないのかなっていうようなところでした。あ、そうなんですね、はい、じゃあ今後の展望っていうところもちょっと聞いてみたいなと思ってて、直近ねコロナがまだあるんで、コロナだと5年10年っていうところも含めてちょっとお聞きしたいなと思って、直近の目標をお伺いしてもいいですか。コロナ、はい、ね、やっぱ海外渡航できるのとできないのとやっぱ変わってはくるんですけど、はい、海外渡航できればビジネスマッチングもそうですし、あとは教育事業の方も現地渡航して現地の学生さんとか現地で実際にフィードバックしていただいたりとかっていうのができるようになるので、本当に一気に増えていくんじゃないかなっていう期待がありまして、なのでコロナが明けたら倍以上には増やしていきたいなっていうようなところがあります。あ、そうなんですね、はい、じゃあこの動画を見てる人たちがおそらく日本人だと思います、うん、なのでこの動画で周知できるのは多分日本の企業さんもしくは起業家さんだと思うんですね。じゃあその人たちにどういう人たちに使ってもらいたいとかお伝えしてもらってもいいですか。はい、ビジネスマッチングの方なんですけれども、海外経験がない方もしくは英語がお話しされない方でもご利用いただいているケースが結構多く、ね、はい、ありまして、じゃあそこは翻訳サポートとかもしてくださるって感じですか。そうですね、マッチングでお
つなぎするだけではなくて、やはりその後をですね、信頼関係を構築してきちんとこう軌道に乗るまでの伴走サポートというか、うん、ところまでさせていただいているので、そうなんですね、はい、そういったところで特にオンラインだとなかなかこう信頼関係構築がすぐには難しい部分があると思うんですけど、まあ、弊社が両者の方々とこう信頼関係を構築していたりとか、お互いのことをよく知っているので、そういったところでうまくスムーズに進むようなサポートを、はい、させていただいているので、 SDGs とか東南アジアにご関心がある方々であれば、はい、ぜひサポートをさせていただきたいなと思っております。なるほど、ありがとうございます。ちなみになんですけど、107社ネットワーク持ってるっていう話だったと思うんですけど、はい、どんな方がいらっしゃるのかってどこで見たら確認できますかね。弊社のウェブサイトをソーシャルマッチで検索いただくと、はい、社会起業家の一部の方々なんですけど、紹介のページがありますので、うん、そこからいろんな分野の方々ですね、結構14分野の方と提携しているんですけれども、はい、インフラ面だと再生可能エネルギーで太陽光されている方とか、うん、風力とか水力とかされている方、または農業分野で食品も幅広く、最近だとパワーフードのモリンガーとか、蜂蜜とかコーヒーとか、本当もう様々な食品、あとは素材もあったりするので、いろんな業種の方々と提携しているので、そういった方々をホームページでも見ていただけるので、はい、ぜひご覧いただけると嬉しいです。はい、ありがとうございます、はい、気になった方とか見ていただくだけでも多分印象変わると思うので、ぜひ概要欄に貼っておきますので確認いただければなと思います。はい、ありがとうございます。はい、ちょっと最後にっていうところで、お二方に聞きたいなと思っているところがあって、自分たちが行うことで今後どういうところにインパクトを与えていったりだとか、どういう人材っていうところを今後育成していきたいのかってところもお聞きしたいなと思って、どうですかね、それぞれちょっとお聞きしてもいいですか。はい、社会問題をなくしていきたいと思っていまして、ただゼロにすることはもしかしたら難しいかもしれないんですけど、社会問題が起きた時、ま、そういった何かが起きた時に必要な支援とか、必要な人材とか、いろんな技術とか、そういったものをソーシャルマッチに来れば手に入れられるようなプラットフォームになりたいと思ってます。人材に関しては教育事業でまさに人材育成をしていって、そういった社会問題解決に取り組む人たちを増やしていきたいなと思っているんですけど、現地の生の声を聞いていただいた上で、社会問題解決とか社会問題に興味がある方々を増やしていきたいなと思いますね。はい、ありがとうございます。原田さん、どうですか。はい、国際協力というと自分一人だと何をやったらいいかわからないとか難しいっていうことがあるかと思うんですけど、私たちは現地の社会起業家さん、現地の方々から教えてもらうっていうようなところをすると、自分たちのエネルギーが効率よく現地の社会インパクトを出せるんではないかというふうに思っているので、何をやったらいいかわからないっていうような方も現地の方と一緒に話してやることで、より良いアクションが取れたりすると思いますので、現地の声を伝えたりだとか、現地の方の共同っていうところを、私たちのビジネスマッチング事業、そして SDGs の教育事業っていうところを通じて伝えていきたいですし、そのような皆さんと同志となって一緒にアクションを取っていきたいなっていうふうに思ってます。はい、ありがとうございます、はい、ちょっと最後にっていうところで、今回代表と副代表来られたところで、これ見てる人たちの中には起業をいずれもしたいなと思ったりだとか、どうやって支えていったらいいのかみたいなことを考えてる人たちもいると思うんですけど、それぞれの立場でアドバイスがあれば教えていただけますか。そうですね、私は本当に起業家タイプではないというか、どちらかというと現場が好きなタイプだったりとか、サポートする方が好きなタイプだったんですけど、信頼関係をまずやっぱ構築するっていうところと、自分が持っている業務とか役割にきちんとこう責任を持って一生懸命取り組むっていうところが一番なのかなと思いますね。ありがとうございます。あ、はい、私はもう自分がやりたいって思ったことがどういう形になるかわからない中で、やってきたことが今つながって形になっているので、皆さんもですね、今少しでもやりたいことがあったらぜひ一歩踏み出してもらえたらと思います。それが将来どうなるかわからなくても、今 100% やりたいって思ってないけど、ちょっと気になってることとかも、そういった抵抗感があっても、どんどんやっていくとより人生が楽しくなったりだとか、次のことにつながったりするので、ぜひ皆さんには自分のやりたいって思った気持ちを大事に尊重して、やりたいことをどんどん小さなことでもやっていくことをお勧めします。自分がそれでやってよかったというふうに思いました。なるほど、はい、ありがとうございます。今日はソーシャルマッチ株式会社の代表、はい、副代表にお越しいただいたんですけれども、国際協力の中でも東南アジアと日本をつなぐような事業をされていらっしゃるソーシャルマッチ株式会社さんの代表と副代表にお越しいただきました。本日はありがとうございました。ありがとうございました。